もこもこトレカケースを編んでいくよ。上から3マス目に針を通します。左から3マス目に針を通します。上から3マス目、左から3マス目に針を通します。左の一番上のマスに針を通します。上から3マス目、左から2マス目に針を通します。左から2マス目に針を通します。上から3マス目、左から3マス目に針を通します。左から5マス目に針を通します。上から3マス目、左から5マス目に針を通します。左から3マス目に針を通します。上から3マス目、左から4マス目に針を通します。左から4マス目に針を通します。この作業を繰り返します。上の部分も同じように編んでいきます。両方編めたらつなげていきます。